品川区立品川学園は、東京都品川区北品川三丁目にある義務、教育学校である。2011年4月より開校。2011年4月に、品川区立品川小学校、品川区立城南中学校の2学校が統合し、品川区立として5校目の小中一貫校として、品川区立小中一貫校品川学園となった。2016年4月、 学校を正式に廃止し、義務教育学校として設立された。学園内には、保育園、幼稚園を統合した、養保一体施設、北品川健やか園も併設され、0歳から5歳の乳幼児が通う複合施設として、開校した。学ぶ力豊かな心健やかな大校庭は1、2、低学年用グラウンドの3つで構成されていて、1万 平方キロメートルの面積を誇る。校舎は4階建てで1階が職員室、アリーナ、保健室、図工室1.2年生、教室8室と校長室、ステップ教室2室がある。2階は5から9年生用昇降口、メディアセンター、スマイルスクール、理科室、音楽室、3、4年生用、教室8室と多目的室1室がある。3階は、5、6、 7年生用、教室12室とメディアセンター、音楽室、理科講義室、パソコン室がある。4階は、8、9年生用、教室8室、メモリアルルーム1室、多目的室2室、ランチルーム、家庭科室、スチューデントシティがある。屋上は、ウッドデッキであるため歩きやすい。芝生も800平方メートルほど生えている。また、空調機器類がある。 学校周辺、ホタルヶ池という池がある。水深20センチ、面積は3平方メートルである。品川区立義務教育学校を設置します。品川区教育委員会、http w w w i t t 品川、東京 .jp、カラット、アザー0066800、00 27から4、義務教育学校、pdf2016 年4月14日閲覧。 品川区公式サイト、ありがとうございます。